マイクラ史上最強の武器が追加される。詳しく知りたい人はチャンネル登録よろしく。 1.21 アップデートで追加されるメイスはトライアルチャンバーにスポーンするブリーズを倒すことでゲットできるブリーズロッドと、宝物庫から 2.2% で出てくるヘビーコアをクラフトすることで作れる。この武器は高いところから落ちて敵を殴ると高ければ高いほど大きなダメージが入る。しかもこのダメージ量がかなり大きく、数十ブロックからの高さでほとんどのモブを倒せるし、最強ボスウィザーでさえもエリトラで飛んで落下すればワンパンできちゃう。しかも攻撃が成功すれば落下ダメージは無効化される。さらに同じく 1.21 で追加されるウィンドチャージを使うことで、道端にいるフルネザライト装備のプレイヤーを瞬殺することもできちゃう。これはマイクラの PVP が大きく変わるかも。メイスとウィンドチャージの空中戦 PVP 見てみたい人はチャンネル登録。